はい、こんにちは、イブラヒモビッチです。はい、エンヌさんです。いえ、俺が神だっつってということで、エンヌさん、もう今も話してましたけど、暑い暑いっつって、はい、ヒーヒー言ってるじゃないですか。本当だよ。うん、なんかもうそのポロシャツ、ニットポロをアルテリアの紹介したじゃん。うん、もう余裕であれ着れるし、なんか半袖臆せず紹介してこうかなと思って。そうだね。うん、いいいいね。勇気振り絞って紹介してもということで、今回は T シャツ系なんですけど、はい、あの無地以外ってことでこの2方を紹介します。はいはい、まずイシューシングスの、はい、タイプ61、はい、ハンダー&ディストレスで、こちらがオーベルジュのジャズ、うん、はいはい、になっております。ではまずタイプ61の方を紹介していきましょうか。はい、お願いします。ということで、イシューシングスのタイプ61、はい、ハンドダイ&ディストレスということで、じゃあ N さん、素材は素材コットンですね。です。はい、じゃあ、ハンドダイド&ディストレスト、はいこれ過去形ですね色落ちみたいな。違います。まあ、ハンドダイは分かりますよね。はい、ハンドダイ、ね、でそうですね、このタイダイ柄を表現しているってことですね。はい、全然分かんないです。ちょっとこれもう3時間ぐらいかかっちゃうんで。傷ついたとかっていう意味なんで、はい、ダメージ加工施されてますよっていう、染められてるし傷つけられてますなんかすごい捨てられちゃった女の人みたいな確かにねあなた色に染められた挙句傷ついて捨てられましたっつって最低な男にやられちゃった。間違いなくヒッピーだろうねそうだね。で色が、まあ、奥のグリーンとベージュっていう感じで、はい、でさらに言うと胸元にはピンバッジが、はい、オリジナルピンズがついております。はい、結構ついてて、これ数一緒なのかな、12345 12345、各5個ずつかな、はいはい、ついております。で胸元のイシューシングスっていう、うん、ピンバッジだけはもう変わらずに同じものがずっとついてますね。はいはい、他のものがアソートでいろいろついてます。ということで説明一応読みますね。はい、イシューシングスのオリジナルボディのダメージ耐大半袖 T シャツです。はい、ヴィンテージのピンバッジとイシューシングスのオリジナルピンバッジがついておりますということで、はい、ピンズがさ、うん、スウェットにもついてたりしてさ、うんうん、徐々に向こう洗脳してきてるじゃん、ピンズがちょっと面白くていいものだよみたいなうんうん、うん、やられ始めててめっちゃ可愛いんですよピンズ。あー確かにね。でしょ、まあ、普通のクルーネックにダメージが入ってて、こう胸元にピンズがいっぱいバーってついてて、うん、っていうのなんだけど、なんかアメリカの少年みたいな。あそうだね、アメリカ感がすごい出るよね。強いよね。うん、でもかといってそのグレートフルデッド大好きですみたいなハイダイの T シャツとは違うじゃん。あーはいはいはい、そうだね。うん、だからその日本のドメスティックブランドのタイダイ T っていうのがちゃんと出てて、うん、僕は好きかな。あとダメージも入ってるし、なんかこれ一つにもうほんと白パンとかショーツ、はいはいはい、で革靴でもいいしみたいな、なんかあんまりほんとなかったし、ちょっとぶっ飛んでるじゃん。そうだね。まあでもなんかさ、他の人がやらなそうじゃない。あそうだね、今この時代でなんかこれ作って、だってさ金儲けしようって思わなくない今このタイミングで。ああまあそうだね、結構費用もかかっちゃうしね。そうピンズとか集めたりさ、タイダイもハンドダイでやっててみたいな、だからそれがすごい面白くて、いい感じに木を照らってくるんですよ、はいはい、イシューシングスって。だそれがやっぱ飛びすぎてないというか、はいはい、ファッションの範疇でしっかりその木を照らった感じでやってくるから面白くて、うんうんうん、ほんとめっちゃ不思議じゃん、コレクションでこんなん出してるんですか今あなたみたいな感じじゃん確かにそうだね、うん、いやつるっとした無地 T とか流行ってますけどっていう、ボロボロのダメージ入ってピンズついた T シャツってさ、もうこんだけ西海岸なのなくない。あ確かにね。ねえ、いやそれがねやっぱね、イシューシングスの面白いところなんですよ。はいはいはい、誰もやってないことをやるし、なんかそれでかつそういうのがイシューシングスだからっていう姿勢を見せてくるところ、うんうんうん、パンクと一緒。はいはい、まあ服作ってるからスタイルになってしまうのはしょうがないんだけれども、うん、イシューシングスはそれ以上にマインドとか精神の方が強いんだよね、はいはいはい、落とし込まれてるものが。でこれもタイダイティーだけど、普通のそのバンドティーとかのタイダイとかじゃなくてファッションだし、イシューシングスはこういうものを作ってんだぞ今っていう、はいはい、
精神面の方が大きく感じられない、これ。あー、確かにね。でしょ、そこが面白いんですよ。なんか新しいものを、その今流行に乗るとかじゃなくて、その次を見てるのか分かんないけど、そういう感じがするかも。でしょ、うん、コレクション出すたびにそれが強く強固になっていくみたいな。で、まあめっちゃシンプルな T シャツだし、とりあえず一回着てみます。そうっすね。あのこれに関してはサイズ3のみ。はいはいはい。でもう1枚ずつ計4枚取ってるってことですね。はい。グリーンが2枚、ベージュが2枚で全部ピンズが違うって感じで。はい。そんないっぱい取ってないんで、とりあえずこの2枚を着てみます。はい。いきまーす。寿司3枚。ということで、はい。これがサイズ3を着てて、はい。で一応中に白 T 挟んでます。はいはい。でこのぐらいだから、まああの世界中誰でも着れるサイズですN さんが着てもちょっとオーバーサイズでかっこいいし、僕でもちょっとデカめ、うん、で僕よくデカい人が着てもデカめそうだね、分かんないけど、あのジャストかもしんないけど、まあ、着て試してみてくださいよって話ですね、はい。なんかこの独特な感じ良くない？あー、なんかエネルギッシュなイメージない？ちょっとこのタイダイ。ああ確かにね、うん、生命の息吹感じるよそうでダメージも入ってるんだけど、うん、まあ、以前に比べたら少なめなんで。そうだよね、うん、首元にちょっと入って、ちょっとその下にも入ってるぐらいな感じなんで、うん、そこまでかなっていう感じですね。じゃあベージュも着てみましょうか。はい、いいね。ということで165cm が私と同じサイズ3を着ております。はい。ちょっと袖は長いかな、あ袖じゃない、丈は長いかな。あーそうだね。かといってなんかバカでかい感じじゃないからいいけどね。そうだね、もうこのサイズは結構今普通普通だね。多分ね、うん、横向いてもらってもいい。そうだね、お尻隠れるぐらいかちょい上かぐらいな感じで、なんかショーツとかだったらより一層そのぐらいの大きさでもいいかなっていう気がするね。あー確かに、うん、で後ろそうだね、全然そんなバカでかいって感じじゃないね。うん、で前でこれが3じゃないですか。はい。あでも一応一番大きいサイズだ。1,2,3 であって、その3番を取ってるんで、はいはいはい、一番でかいサイズなんですけど、まあ、言うてもだな、なんか僕はまあこのサイズで着たいかな。2とかではない、決して。あ N さんだったら2番でもいいと思うんだけど、俺が2番着たら多分もうそれちょっと違うと思うんだよ。そうだよね、なんかインナーとして使う T シャツみたいになっちゃうのかな。そう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 、1枚では着れない大きさだよね。そうだね、なんかさ大きい T シャツってさ1枚で着れるから。そうだね、いいじゃん。うん、まあ、うちはサイズ3しかないんでどうしようもないんですけど、うん、まあ、このサイズで、はいはい、まあ、N さん 165cm でオーバーサイズ。オーバーサイズだね。で僕が着てもちょっと大きいぐらいだと思うんだよね、はいはい、気持ち緩いぐらい、うん、っていうサイズ感ですかね、サイズ3で。そうっすね、うん、で OK ですか。 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、次がオーベルジュのジャズです、はい、なんでジャズか分かります、まあ、多分そのフロントに書いてあるのがジャズ、はい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 、っていうのと、いやもう出てこんわ、あれブルージャイアントやったかな。あーブルージャイアントね、うん、やったのは相当前だけどね去年、うん、僕はね先月ぐらいに見ましたけどすごい良かったです。まあでも、まあ、近からず遠からずっていう感じで、はい、実はこれチェット・ベイカー、あーはいはい、トランペット奏者ですね、はい、が着てたものでして、説明を言いますと、破滅型ジャズプレイヤーチェット・ベイカーが人生の後半75年復活を遂げ、ヨーロッパを拠点に活動を再開した1982年のプライベートショットで本人が着用していた胸元にジャズ、ここですね、はい、とプリントされたとある T シャツがあるんですけど、そちらを、刺繍で表現いたしましたということですね。本人着用柄は白文字のシンプルなプリントと思われますが、オーベルジュは春夏刺繍 T シャツの一環として毛筆サッチの陰影をつけたフォントにカスタムいたしました。ということでちょっと毛筆っぽくなってるんですね、はいはい、でベース3色に対して、まあ、うちはネイビーホワイトの2色なんですけど、はい、同系色の馴染む糸での構成といたしましたっていうことです、はい、で続けざまに素材いきますと、はい、ちょっとさもう空間に張りがあってさつるっとしてるじゃん、うん、なんだと思う。なんかね、しかも表面の編み地もなんか天軸じゃないような雰囲気がすごいあったんだよね、うん、はい、もうちょっとちょうだい。若干ちょっとメッシュではないんだけど、はい、そういう雰囲気の、はい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 、で素材なんだと思う。コットンポリ、はい、で天軸ではない、はい、じゃあテキスタイルの説明を読みますね。はい、長々面の30引き揃え天軸で
アミニトをガスバーナーの炎で焼くことでつるっと滑らかな表面感の天軸となる。固めの網地で表面密度も高いので構造線の効いたデザイン T シャツやプリント刺繍が映えるように工夫しておりますっていうことですね。ダメです。なんかすごい知ってるかのようにさ、天軸じゃないんだろうな。全然ダメじゃんか。全然見えないわ。そうだから、まあ、スービマとかそういうのは書いてないんだけど、あの長い細い、はいはい、コットンで天軸編みでしかもガス焼きしてる、うんうんうん、まあ、同じものでいうとアルテリアのギャバジンコートあの、はい、トレンチも表面ガス焼きしてたりするんだよ、うんうん、結構ガス焼きって表面の毛羽立ちとかを落とすために使われるんだけど、でこうツルッとした感じ、もうほんとシルケット加工が施されてますぐらいな感じの滑らかさがありますね。でその最後の本当にちょっとね、これ目を詰めて編んでるんだろうね。表面密度も高いってことはそうだよね。ああそうだね。でこの構造線、このデザインとかが映えるような編み地にしていますってことですね。だから本当にわざとそのデザインが映えるからこそ同じ色で載せてるんだろうね。その刺繍の毛筆っぽい感じを同じ色で使ってるってことですね。ですごい僕はこの生地が好きです。あーつるっとした張りのある感じで、あと同色のねこのセンスのいいさ、うん、ジャズ、はい、最高じゃん。でなぜ今日この2つを紹介したかっていうと、さっきのタイダイティー、はい、そのカリフォルニアっぽいって言ったじゃん、うんうん、なんかさちょっとティーンな感じな、ティーンネイジャーが着てるような。あーまあ確かに若い感じするじゃん、うんうん、その若さ特有のさ青さがあると思ったの俺は、はいはい、タイプ61に、うん、でこっちはねジャズのブルーなんですね。ボーントゥービーブルーっていうチェットベイカーの、はい、そう放題だとブルーに生まれついてっていう、はい、イーサンホークがチェットベイカーを演じてる映画があるんですけど、はいはい、我らがイーサンホークですよ。お前分かってねえな。007は違うね。ブロスンなんだね。分かんないわ。イーサンホークはあのビフォーサンライズとか、分かんない。青さつながりで、はいはい、ジャズのブルーとあー青春の青さ、はい、っていうことでつなげて今紹介してるんですよ僕は。実は伏線がありました。でこのチェットベイカーが着てたっていうね、はい、チェットベイカーとかもとグレン・グールド、やっぱこの前のニットポロでも言ったんですけど、うん、どっか悪なの。ああまあジャズってなんかそういうイメージはちょっとあるかも。黒人のちゃんと髪の毛バシッと決めてさ、うん、T シャツにこうサスペンダーしてみたいな、うんうん、でちょっとなんか顔面が喧嘩っ早そうみたいな。ああそうなんだ。なんかねカリスマ性を感じるんだよね。だからジャズプレイヤーっていうかは俺らからすると本当カートコバンみたいな、うん、一人の男として好きっていう感情の方が強いんだろうね。ああ。だからもうファッションアイコンとかカリスマとしていた人が着てたものっていう、うん、はいはい、そういった作品なんじゃないでしょうかね。はい。じゃあとりあえずこれは3サイズ展開かな、うん、あ、そうなんだ。40、42、44であるんですけど、はい、じゃあどうするか。これサイズ何着ればいいと思う？ 42？ 真ん中？今出てるのはが、そうですね、今出てるのはネイビーが44、ホワイトが42。あ、そうなんだ。うん、じゃあ44着てる。わかりました。はい、じゃあ44とりあえずネイビーの方着てみましょうか。はい、ということで、はい、173cm がこれ44を着ています。一番大きいサイズですね。はいはい、なんで結構大きいです。そうだね、うん、だから僕よかワンサイズとか大きい人でもオーバーサイズで着れるかなぐらいな感じですね。うん、こういう大きさでちょっと後ろも余ってますね。はいはいはい。ただやっぱ肌触りはめちゃくちゃいい。まあこれももちろん1枚下かませてるけど白 T、 うんうんうん、これは買います。はい、ジャズ T ね、すげえ欲しかったのこれ。あー、なんかさちょっとさ、それこそアメリカのわけわかんない T シャツに似てない雰囲気。そのえこのプリント何みたいな。あー確かに、ね、なんて書いてあるのみたいな感じするしさ、うん、すごいな。なんかでも N さんが言ったみたいにちょっとねメッシュ感強いかも表面。うん、なんかこれがやっぱしそのガス焼きのあれなのかな。だろうね、肝が消えちゃってるから。うん、ガチガチに網目が表面に来てるとか、うんうんうん、そうだからほんとね触り心地すごい。イシューのさっきのタイプ61とは別物だね。そうだね、うん、同じ T シャツだけど面白いね。面白い。 N さんじゃあ40にしてみる。てか俺じゃあ40、ね、42も着てみるか。うん、はい、
ということで、はい、173cm はこれサイズ42を入れます、はい、ジャストです、はい、ジャストっていうかいい感じに大きい。そうだね、中1枚着ててもちょうどいいぐらいで、裾回りもそんなすごい変に浮いてないし、うん、で、ね、正直これはそんな縮まんない気がするんだよね、洗濯で。あー確かにね、うん、だからこのサイズで着たいかな最初から。うん、いや白もかっこいいね。いや白かっこいいんだよねこの、うん、さ文字がさ、うん、これ刺繍さ陰影作ってるじゃん。そうだね、その、うん、その陰影の影の部分がすごいいいんだよね。あーマジ設置の色。あとなんかさちょっとこうさ動くとさあれじゃない、うん、なんか反射してない。そうだね、やっぱ光沢あるからかな、糸がなんか反射板みたいな反射するよ本当に綺麗だよね。うん、白いいね。ネイビーもめっちゃ綺麗なんだけどね。ああ俺は正直オーダーするときに両方買おうと思って、自分のサイズこのサイズが2枚ついてんの。はいはい、はい、多めにつけてるんだけどこのサイズを、うん、だから、まあ、両方とも買おうとは思ってたよねそもそも。ああなんかちょっとさあの無地ティーとしても使えるじゃん最悪、うん、同色だからさ邪魔にならないじゃん。 そ、 うん、ね、それがいいかなと思って。そうだね、うん、まあこんな感じですねサイズ。はい、真ん中のサイズでちょうどいいって感じですね、サイズ42で。はい、じゃあ N さんサイズ40を着てみますか。はい、白でいいねってことで、 165cm がサイズ40を着て、はい、そうだね、いい感じにでかい。そうですね、うん、ちょい緩めで、ちょい緩めだね、うん、いやかっこいいわ。しかもこれ肌触りがすごいね。これすごいよね、うん、ちょっと感じたことない肌触り、めちゃくちゃ気持ちいいね。なんかそのちょっと涼しさがある、清涼感あるね、あるよね、うん、ドライタッチ、うん、めちゃくちゃいいし、この文字もさ、うん、大人っぽいねやっぱり。そうだね、言うても変にガキっぽくないね、うん、なんか、うん、この2つって俺の中でやっぱちょっと普通のプリントティーとは違うなって思って、そのイシューのタイプ61も、まあ、ピンズいっぱいついてるし、うん、意味わかんないタイダイだしダメージ入っててみたいな、うん、でこっちはこっちでなんかさ、とドレスシャツみたいな綺麗さがあるよね。あーそうだね、うん、ちょっとツヤが、ツヤが強くて、うん、プリントも毛筆でこう刺繍でっていう、はいはいはい、なんかやっぱちょっと普通の T シャツではないよね。あそうだね、うん、普通の T シャツではマジでないね。てかあとね、白白のねやっぱプリントかっこいいね。あサイズ感も N さん、まあ、袖ちょっとこう多分長いんだよ、はいはいはい、普通のものに比べたら、うん、だからさっきのタイプ61ぐらいの袖の長さ、うん、だけど着丈は短いね。あそうだね、うん、でちょっと横向いてもらってもいい。そうだね、まあ全然でかくないよね。そうだね、 N さん着るんだったらこのサイズで着たいでしょ。そうだね、これよりちっちゃいのはちょっと違うもんね、うん、着丈短くなりすぎて。でこれにスラックス履いてとか、そうだね、タックインしてもいいぐらいの丈感だし、うん、うん、スラックスにタックインして着てたらそれかっこよさそうだね。そうだね、いやかっこいいな、うん、まあということで、うん、はい、165cm がサイズ40で、はい、着ましたってことで。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで発表しましたけど、はい、N さんこの T シャツ着てどこ行きたい、どっち選ぶ。まあその行きたいところで言ったら、うん、そのタイダイ、うん、でしかもベージュの方に白パン、あ言ってたもんね、合わせて、うん、もうフェスとかに行きたいんだよね。俺絶対言うと思ったよなるほどね。そうでもなんかちょっとあれかな、森道みたいな、はいはいはい、少し洒落てる、うん、意識したような感じ、うん、でも野外がいいんだよね。似てだから白パンに、うん、あのディミッシュのサンダル履いて、はいはいはい、はい、で、まあ、音楽も聴くけど前は行かない、ちょっと後ろの方で。ああなるほど、はい、しっかり聞きに入るタイプね。そうだね、うん、踊らずに。そうだね、しかも意外と落ち着いてるバンドみたいなのを呼ぶからさ、うん、そういうのしっかり聞いて、でも飯もうまいって言うからあそこいいね、うん、合わせて、まあ、汚れても気にならないしね。確かにね、うん、なんかその汚れとか破れとかせずに、なんかそれがなんか外に出たくなるような、うん、ちょっとこの T シャツがエネルギーみたいなものをちょっと感じるっちゃ感じるんだよね。そうだね、うん、なんか人に会いたいよねこれ着て、なんか突っ込んでもらいたいしね。うん、そうだね、ねえそれはあるかも、うん、フェスはでもさやっぱ友達と行くんでしょ。いや大体一人で、あだから作るって感じだよね向こうで
なるほどね。はいはいはい。やっぱもうイメージも一人で行ってた。そうそう。よくないって。僕はじゃあこっち来ますね。こっち白で、はい、でこれにあのマナミスとイージーパンツ、うん、サマーパンツあるじゃん、アンカラのやつ、はい、で白白で合わせて、はいはいはい、でスカーフ巻いて、でやっぱ図書館か美術館がいいな。あ、行きたいかな。なんかやっぱこう涼しげなところに行って、はいはい、もう一切汗かきたくない。もう一切汗かかずに涼しく気持ちよく過ごすのがいいな。はいはいはい。で夕暮れ時に出て、あでもかき氷とかも似合うけどね。あよくない、これにさいちごシロップのさかき氷とか。ということで、はい、そんなあの一周シングルタイプ61、そしてオーベルジュから届いたジャズ2方紹介しましたけど、はい、N さん、はい、でこの2つのちょっとある種普通のプリントティーとか T シャツとは呼びづらい作品2つ総括をお願いします。はい、総括は、うん、アイデンティティタカナクションということで、と言いますと、と言いますと、まあなんかさ T シャツってまあ夏絶対必要だからどんなブランドも出すと思うんだけど、はい、なんかまあ流行とかを作ったりはするじゃん、うん、でもなんかさっきケースが言ったように一種このタイミングでタイダイをやるとかって、でしかも手染めとか、はい、でダメージも入ってる、うん、でピンバッジとかってなんかちょっとそのブランドとしてのそのアイデンティティっていうかずっとやってきたこととかが含まれた T シャツだと思ったんだよね。なんか前回あるかスプレーで黒くしたりとかさ、そういう染めのものの T シャツもあったし、それなんかアイデンティティがずっと受け継がれてきて、その中の新作っていう。なるほど。そのなんかもう本当に次はなんかプリントとかで押すとかそういうのじゃなくて、しっかりなんか自分のやってきたことをつないでってる T シャツ、はいはい、そういうブランドがなんかすごい、うん、T シャツから出てくるってすごくないと思って。ああ確かに、うんうん、T シャツって一番デザインしづらいとか、うん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 、ね、他のブランドもいっぱい同じ形で出してるし、うんうん、そう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 、難しいものだよね確かに。でオーベルジュに関しては、うん、まあ、そのプリントとかもそうなんだけど、うん、まあ、オーベルジュ素材めちゃくちゃ凝ってるじゃん。そうだね、そのうん、でなんかその昔のものから持ってきて、うん、それを現代に使いやすくして、はいはいはい、パターンを変えたりとかさ素材をこういう風にして、うん、やるからこういう表現ができるので、うんうん、今回の T シャツもそのジェットウェイカーっていう人のものを持ってきてるけど、うん、それもなんかさこの刺繍でやるとかめちゃくちゃコストはかかるわけだし、うんうん、そうだね、うん、しかもその刺繍をきれいに見せるための生地を生むとか、うん、でしかもこの生地多分めちゃくちゃ涼しかったんだよ着て、うんうんうん、なんかそんじょそこらの T シャツとは全然違うなっていう、うんうん、そういうのをできるのもオーベルジュのなんか今までそういうのやってるから、うん、そういうアイデンティティがこの T シャツから見えたなと思って。ああなるほどね。まあジェットベイカー選ぶところもオーベルジュらしいしね。そうですね、うん、確かにアイデンティティ感じるね。うん、なんかすごかった。うん、T シャツ1枚なので、ね、たかが T シャツ、されど T シャツっていう感じで、各々のブランドの良さとか裏側が見えるような作品でしたね。はい、いいこと言うじゃん。ですよね。それ出てきたんですよ。やっぱ考えないで感じた方がいいんですよ。そうだね、うん、無理に考えると言葉出てこないから。ああそうだね、うん、俺考えれないから。そうだね。なるほどね。ということで、こちらは通販サイトに簡易的ですが載せてあるのと、あと夏だね、夏っすね、夏だねっつってもう暑いね、うん、なんですけど、まあこういう T シャツに羽織とか着てレイヤード楽しめる時期でもあるんで、はい、まあ、ぜひ店頭にお越しください。最近通販がすごくねやっぱみんな声かけてきてくれて、ああありがたいんですけど、ぜひ店頭にも来てほしいっていうね。ということでじゃあ、はい、今日この動画見た後は、まあ、グレートフルデッドとジェットベイカー、はいはい、あとまあマイルスの映画でも見て、はい、寝てくださいということで、はい、じゃあおやすみなさい。ありがとうございました。